ヤキマトレーニングセンターヤキマトレーニングセンターはアメリカ合衆国ワシントン州のヤキマにあるアメリカ陸軍の演習場である別名ヤキマファイアリングセンター日本においてはヤキマ演習場とも呼ばれるヤキマトレーニングセンターは32万4000エーカーという広大な面積を誇る軍事演習場であり大部分は乾燥した砂漠地帯の荒野になっている主に アメリカ陸軍の気構部隊や航空部隊などが射撃訓練に使用しているほか、同盟国軍に提供されている。重式戦車による射撃訓練特化庁射程射撃をもな、訓練設備として、戦車や砲兵などによる訓練が行われる主要団地悪地域、そして複数の移動標的を使用した訓練が行われる多目的複合射場がある。 最大射撃距離 30km という核火器の能力を最大限に発揮した射撃訓練を行えるため、陸上自衛隊も1994年から毎年9月にカフェックスと呼ばれる射撃訓練を行っている。戦車、特化火砲、対戦車誘導弾、攻撃ヘリコプター等は武器弾薬の発達による射程距離の延伸などにより、 強愛な陸上自衛隊の演習場では訓練の自由度に制限を受ける。そのため、例年、各種部隊装備を約1個小隊の規模で派遣している。派遣される部隊装備下記は年度により異なる。日本からアメリカへの装備品の輸送は民間の貨物船が行っている。2001年には、海上輸送中の貨物船が三陸沖で沈没した事故により、 運搬中の99式自走 155mm 榴弾砲2門と 155mm 榴弾砲 FH-72 門を失っている。現在、同演習場を用いた射撃訓練はライジングサンダー演習の一環として実施されており、一個、普通化中隊規模の普通化部隊の派遣も実施されているほか、日米共同訓練も行われている。ありがとうございます。